年、1624年に、いろいろトラブルがありまして、石狩という方が乱を起こしました。本当は大変、皇を、随分の方に、みんなという王様に、皇を尽くした方なので、いろいろ受けなきゃいけない立場だったんですけれども、この辺のところ、どうも、その王様は、考えられなかったようで、大変、石狩という方が怒ってしまいました。大きな大きな乱を起こしました。その時に、胤丈という王様はですね、この階段の上に上がっていかれたんですよ。その時に、この東屋はなくてですね、その代わりに大きな木が2本だけございました。そこに胤丈という王様はですね、その木にもたれかけて、北の空を眺めながら、北の方には帰りたいハニャンという都があるわけですよ。そのとこに帰りたいと、ものすごく、